はい、プロデューサーの皆さんお疲れさんです。シキニャンの中の人と誕生日が同じサカポンです。はい、いや昨日はね大変聞きづらいような今の私はメイドさんですモノマネしてすいませんでしたっていう感じですね。まあね、そんな感じでね、本日もね無料10連の方を引いていきたいと思います。はい、本日が9月の15日なんで、無料10連が明日までなんですね。それで、この今現在開催中のうずきが、まあ、ピックアップされてる合社なんですけども、これ明日の3時には更新されるの で一応ね、今回がまあうずきラストチャンスという感じですかね。まあラストチャンスって言ったらおかしいんだけどね、ピックアップやからってだけで新規追加内やから今後も弾ける可能性はありますけども、まあ大チャンスが今日までっていう感じですね。私はまあ明日更新後に弾かせていただこうかなと思ってます。ということで60箇所から今日も弾かせていただきます。いきます。白。本日の60画者は財前時子様です。時子様でした。時子様はね、考えるものがあります私にとっては。ということで本日も無料10連ありがたい、ありがたい無料10連1回していきます。それではいつものごとく、運営さん千尋さん、いつも無料10連ありがとうございます。あ、期間限定だ、ありがたい、ありがたい無料10連ありがとうございます。ということで今日も弾かせていただきます。それではいきます。いきます。はい、ロードが早い青です。微妙、新規来てくれればいいけどね。まあそういう感じでいきます。はい、おお S レアいっぱい4枚だ。1人目ミオで、もう一人トモエ、エリカ、そして次の S レアがはいあーちゃんです。はい、兵藤玲奈さん、篠原レイさん、サナ、続きまして、おう、光です。光る変身だよ。タイプスピード。すみません、ちょっとすみません。とあるね、ヒーロー番組に登場する人のね声真似してみましたけどね。はい、ヒカルです何やってんだ私は。続きまして、川島さん、そしてラストが、ナタリアはい、今日はS レアいっぱい来たけど新規なしです。まあこれでスターランク上げられるんで、まあいいですね。まあそれはそんなほど気にはしませんけどね私ということで本日もこのコーナーで締めたいと思います。この子のこと知ってもらいたいねんのコーナーです。皆さんこの方の前ではビシッとしましょう。ビシッと、人生ねだらけてばっかじゃ生きいられない、そんな感じですの方を今回はご紹介させていただきます。はい、ということで本日紹介するアイドルはですね、ちゃちゃーっと探していきましょう。ちゃちゃーっと、
本日紹介するのはこの方だ。あ、ちょっと待ってください。カード変えますね。この方だ。冴島清美です。そう、委員長です。風紀委員長です。で、彼女はですね、最初初登場の時風紀委員長を名乗ってたんですがね、実はね、本当はね、彼女の通う学校風紀委員がなくて、で、自主的に風紀委員を名乗ってたんですね。それでね、アイドル業界の風紀を守るためにアイドルになった女の子です。ただね、そのしっかりしているようでちょっとからかわれるとボロが出ちゃうぐらいね、人間っぽいところもあります。それが彼女の魅力でもありますね。またね、彼女がつけてるメガネなどは実は風紀委員長風のアイテムとして使っているのであって、実は本当は目がいいんです。特訓後はメガネ外したりしますね。そう、彼女は伊達メガネなんです。そんな委員長風アイドル冴島清美、皆さんも覚えていてはいかがでしょうか。はい、ということで本日の動画は以上となります。もしよろしければチャンネル登録の方をお願いいたします。またね、私の過去の動画見たことないよっていう方、私のチャンネルページ動画リスト一覧から過去の動画見ることもできますので、もしよろしければそちらの方をご覧ください。それでは次回動画でお会いしましょう。サカポンでした。